先月25日、名古屋駅近くのラーメン店の2階には1日限定でレストランがオープンしていました。多くのお客さんでにぎわっていたこの店の看板メニューは、爽やかにレモンが香るレモンカレー。女性が撮影する料理のそばには子供の写真が。息子さんですか？あ、そうです。私もあの小児がんで亡くなって、小児がんってなかなかね、その知名度がまだね少ないので、まあ、もっとねたくさんの人にね知ってもらえるといいなと思いますね。これは小児がんを啓発するためのレモンカレースタンド。世界中で広がる小児がん支援のレモネードスタンドになぞらえるとともに、美味しいカレーでみんなに元気になってほしいという思いが込められています。売り上げの一部は小児がん支援のために寄付されます。主催したのは名古屋市に住む南由美子さん。彼女もまた息子を小児がんで亡くしました。幼稚園の発表会でお友達と元気に歌う長男の風雅くん。まだピカピカのランドセルを背負った小学1年生の時、小児がんの一つである小児脳幹部グリオーマと診断されました。絶望というか、もう本当に何とも言えない感情で、え、なんでって、もう先週まで元気にお出かけしてたんですね、その前の週に。有効な治療法が発見されておらず、余命は1年ほどだと伝えられましたが、ちょっとひょうきん者でとっても優しい風雅くん。病室までお見舞いに来てくれる友達に励まされながら辛い治療を頑張り、2年生になると運動会に出られるほど体調が回復しました。しかし、大丈夫？およそ10ヶ月の闘病の末、7歳で天国へと旅立ちました。数年間はなかなか前を向けなかったといいますが、同僚や周りの人に励まされ、去年6月に初めてレモネードスタンドを開催しました。そして今回さらに活動を広げ、同じ病気で子供を亡くした親らと共にレモンカレースタンドを実施することに。自分たちは経験者だから分かるよっていう気持ちを伝えてあげたりすることができたらいいなと思って。つながれたことがやっぱり大きいです。娘を亡くしたことによって得たつながりなので、それを大切に生きていきたいなっていう感じで参加しました。販売だけだった前回と違い、飲食スペースを設けたのにはこんな狙いが。なんか前向きになれる時と全然慣れない、ね、ありますよね。同じような経験をした親同士が集まり、気兼ねなくおしゃべりすること。大阪からわざわざ足を運んだという人もいました。レモンの味がして、この病気に携わる方の思いが入ってると思いました。すみません。ちょうど2週間前に10歳の娘を亡くしたばかりだといいます。でずっと、まあ、家の中にいてたの で、この度このようなイベントがあることを知って、娘が食べだった後の新しいことをしてここに来てみようと思いました。すみません。闘病中の子どもへの支援ももちろんですが、子どもと共に戦った家族の深い悲しみに寄り添うグリーフケアも必要とされています。子供亡くした時とか闘病中も含めて孤独なんですよね。やっぱ同じ経験した人だったらやっぱり分かるから、やってくれてここに来れてありがたいです。
小児がん支援って寄付も大事だけど、本当に私は知ることと、その人たちに出会った時に寄り添ってあげることっていうのが一番の支援だと思うので、ちょっと一歩知ってくれたらそれが嬉しいですね。